やーうるさ音なんか歌ってるし、なんかもうこんにちは、あゆです。このゲームですね、タダスメンって人、有名なゲームで言ったのピエンとかね、はい、そういうゲーム何回か実況したんですけど、その人が最新作ですね、そろそろ寿司を食べないと死ぬぜっていうゲームが、うるさいな BGM が、待って BGM がうるさい、まあ、とりあえずこのゲームをやりたいと思います。うるさいこのゲーム、え、なにこれ、寿司を食べよう、こうしてジャンプ力高ぉ君で、あーなんかマグロとか落ちてるね、なんか無駄に画質いいな、無駄になんかオープンワールドじゃ、なんかこだわってんね、足速いな、寿司うますぎるだろうがうるさい全力ボイスじゃん、全力ボイスじゃんこいつ、寿司うますぎておかしくなりそうだ、もうやだ、あこのゲームやだ、寿司うるさい、うますぎるだろうが、うるさい、もうこのゲームうるさすぎる、なにこれ、これ何、マグロ穴子かな、おいおいおい、なんてこった、寿司がうますぎる、もうやめよう、もうダメだ、このゲームダメだ、このゲームダメな気がする、もう寿司最高にうまいぜ、うるさいってほんとに、なんか何乗ってんのこれ、ネギかな、ん寿司うまい、あもう適当になってない、もう喋る人も適当になってない、これほんとに寿司許されねえうまさだ何これ、そろそろ寿司を食べないと死ぬぞ、もうやだ、何これ、何、もう意味が、もう意味がわからん、ねえ、もう勝手に進まんで、ね、急に、何、寿司を愛する心、寿司を愛すぎるためにあなたは寿司を食べ続けないと死んでしまいますと、はい、あ、なるほど、とにかくどんどん食えってことですね、何これ、もうやだ、もうやだ、あーやばい、BGM のあれだ、これずっと食えってこと、寿司うるさい、うるさい、このゲーム、寿司ちょっと待って、あまりにもうまいぜ、分かったっけ、もう分かったっけ、これひたすら寿司を食えってことね、マグロがいっぱい落ちてるぜ、寿司どこまでうまい必要があるか、うるさいよ、もうこいつは、こいつもうるさい、黙っとって、食べたぜ、食べたぜやないよこいつ誰だよマジで、ごちそうさまじゃないよもうは、何さあ今日も寿司がうまいぜ、何これ、はは、はちょっと待って、もうわけわからん、もう振り回されっぱなしなのずっと俺、何何、もう何これ、何見せられてんの、 何が起きてるんだ、寿司が消えていくぜ、もう何見せられてんのこれ、本当に知らんよ、勝手に消えろよ寿司も、寿司を愛する者よ、私の声が聞こえますか、誰だお前は、私は大いなる寿司の意志、お腹痛い、もうやめて、今この世界の寿司は消失の危機に直面しています、寿司を憎む者の邪悪な力が、何この絵面、何この絵面、寿司の存在を大きく揺るがしているのです、何しか言わんこいつ、何もうこれ、この情熱でこの世界の寿司を救ってください、近い近い近いし、何この状況、うるせえ、さあゲートをくぐり大いなる寿司の試練を受けるのです、もう何、うるさい、邪悪を払う盾となるでしょう、おいなる寿司の試練、もう意味がわからん、こいつ何、ここに行けってか、待って、あの嵐気になるんやけど、こっちには行けんの、あ、行けんなことやってる、なんか見えない壁がある、もうわかわからん、振り回されっぱなしやん、まあ行くか、おいなる寿司の試練行こう、よーわしょい、もうやだ、もうやだ、は、寿司を愛する者よ、あなたの勇気ある決断に感謝します、寿司ソウル？は？初めはこの森の試練に挑むと良いでしょう。これ結構長編もしかして？なにこれもう、え？ゲートの先で待ち受ける試練をクリアすると寿司ソウルを獲得できますと、はい。じゃあ寿司ソウルいっぱいゲット、寿司ソウルゲットしろってことね。結構しっかりしたゲームなのね。オートセーブです。ありがとうございます。はい。なにこのしっかりしたゲーム？何だこの寿司の妖精は本当に、俺何このゲーム本当にもう、俺何を見せられてんだ本当に、
え、これ寿司ソウル集めるってこと？一大自然の中で食べる寿司、もう意味が分からん。よーわそろそろ寿司を食べないと死ぬ。豚、後ろの豚が気になる。後ろの豚、許されねえうまさだ。ちょっと待って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 、なんだここは。マジでえ、とりあえず寿司を食いとね。やばい、こいつスペックが重い。さ、こんなゲームの癖なのに、許されねえうまさ。こんなゲームの癖なの、これスペック超重いからさ、パソコン重いんよ。ふざけやがった。ふざけやがってないよ。許されねえうまさだ。お前がふざけてんのよ。待って、なんかいる。うまい、なんかいる、なんかいる。何でっか、キツネ、キツネでっか。待って、しろしろしろ、待って、え、でかくない、キツネ。なんかいる。いや、豚、後ろの豚が気になる。めっちゃリアルな豚がおる。なにこれ、やったぜ。え、1個なの、こんな頑張って1個なの。え、きつくないこれ。え、え、こんなにいっぱいやらんといけんの。次何、キツネさんの頭へ。よーわしょい。わしょいじゃないのよ、豚。また豚や。その寿司を食べないと死ぬぞ。豚2匹に増えてんのよ。急ぎやるぞ。寿司がうますぎる。寿司やるよ。もううるさい、うるさいこいつ。寿司、はい、寿司、寿司は、寿司は、寿司がない、寿司がないぞ。寿司、待って、寿司がない、寿司がない、待って、寿司がない。どこにの寿司、寿司。死んだぜ。適当で、あ、今寿司1個逃したな。寿司1個逃したけど、いや、慎重に行こう。ゲートがあって、キツネさんの頭、キツネさんの頭に行けばいいってことか。寿司がここは、あ、わしわし、あー、また落ちた。ちょっと待って、ほんとにむずいこのゲーム。俺何やってんのマジで。このちょっと待ってくれ。ここゲットする。で、ジャンプ、ここ慎重に行こう。ここ慎重に慎重に、で、このままわしジャンプせんでいい。うるさいな、ほんとに。で、ここしっかり通る。寿司がうますぎる。うるさい、もう黙っとけお前は。本当にここゲットして、ゲットして、横に右に行ってして、ここにジャンプする。ゴール、これでいいのか。食べたぜ、食べたぜ。よーし、キツネさん頭乗ったよ。何このゲーム、やったぜ。もう一個しか取れん。もうこれめっちゃ時間かかるやん。もう何、俺何見せられてんだろうね。何見せられてんだろう。素晴らしいです。この調子で寿司ソウルを集めてください。ソウル多くない。他の試練の扉が現れました。さあ、は進むべし、寿司を愛する者よ。ソウルめっちゃ多くない。何この長編対策。ここまでよね、探そう森の赤貝。ここに行けってことか。わっしょーい、もう覚えたよ。また同じとこじゃねえか。豚がいるな、また後ろの豚が気になるな。赤貝食えってこと。寿司、あ、ここら辺で食っても意味ないんだ。赤貝食べんといけんのよ。赤貝を探さんといけんのよ。赤貝を食べんといけんけど、ここでゲージを獲得せんといけんなら、一回ちょっと寿司をちょっとずつ残しつつ、こうしよっか。残しても残して、もしやばい時だったらまた回収するって感じでゲットして、次どこ、あっち、あっちか。寿司ゲット、寿司ゲットして、回復するよ、回復しよう。回復して、回復して、回復して、赤貝、赤貝、待って、これゲージ、ゲージが早い、ゲージが早い。しっかり1個ずつゲットしよう。1個ずつゲット、ゲット、寿司ゲット、寿司ゲット、寿司ゲット、 C の赤貝、赤貝ゲットして、次、次どこ、次どこ、次どこ、待って待って待って、次どこだ、次どこ、こっち、こっちかな、こっち、こっち、やばい、どこだ、次の赤貝、赤貝が、赤貝どこ。寿司うますぎる。はっ、あった、あった、急げ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 。赤貝ゲット、あっちや、はい、赤貝、赤貝、666の7。うまい、あー、うるさい、あと1個どこ、あった、あっちだ、あっちだ、走れ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 。もうなんか、なんかちょっと楽しいな、ちょっと楽しくなってきたよこれ。もうよっしゃい、ちょっと楽しいなこれ。ちょっと思ってる楽しいぞこれ。でも、もうなんかもう飽きてきたよ。なんかもうずっとやったぜ、なんかもうずっと同じの見せられてる。もう俺まだあんの。次はクリアした、ここだ、霧の中のお化け。クリア条件、寿司を食べまくれ。おーおっしょーい、あと何回すんのこれ、あと何回すりゃいいの。霧が深いね、難易度が高いぞこれは。これ難易度高いよ。ひたすら寿司を食えたことね。これ慎重に行こう、慎重に行こう。これは霧で見逃すの。お化けがいる、お化け、なんでお化けいんのそのとこに。寿司食って、寿司食って、寿司食って、お化けに当たらないようにしよう。
お化けに当たるとダメージ受けちゃうから、なんでこんな攻略してんの俺。寿司、こんなにうますぎていいのか。お化けがいる、やめて、危ない。寿司避けて、お化け避けて、オッケーって避けて、お化け避けて、お化け避けて、お化け避け、お化け避け、お化け避けて、お化け、俺は一体お化けに避けて、お化けだと痛い。死ぬ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 。あ、寿司、はいはい、寿司はここある。22、23、23、23、23、あと2個。待って、ここやり直しはきつい、ここやり直しはきついよ。ある、おりゃー、あぶねー、あぶねー。むずすぎんだろこれ本当によ。やったぜ、やったぜじゃない、めっちゃむずいやんこれ。このゲームめちゃくちゃむずいぞ。さあこれクリアした、次はここが8がラストエリアっぽいな。どこに行きゃいいねん次は本当によ。エリア広いな。あ、はい、こっちが広がったと。路上で食べる寿司、カートゥーのシティ、シティで、おーおーしょーい、ついにエリア変わった、ピッツァ。え、そろそろ寿司を食べ、もう慣れてきたよ、もう慣れてきたよ。どこだ、こっちは30巻。やばい、 BGM 買った、壮大だわこれで。しかしこれちょっと一回慎重に行くよ、慎重に寿司食って食って食いまくる。でこっちに左に移動します、これ寿司の誘導がある。寿司いいよ、寿司食って、いいよ寿司、最高にうまいな、最高にうまいよ。ここまでうまい必要があるか。わかったわかった、もういいよ、静かにしようか。こっちにビヨン行って、やばい時間がない、やばい時間がない、ここ寿司ない、寿司がない。え、むずすぎん、何この画面、死んだぜ、何この画面。難易度を下げました、さすがにむずすぎたんで難易度を下げます。もうこれは寿司こんなあったっけ、いっと、何、なんかわさびみたいなの入ってなかった。なるほど、わさびの寿司を食ったらダメということか。なんか急に難しくない、本当に本当に急に難しいんだけど。ちょっと待って待って、マジでむずい、難易度下げたのにむずいんだけど、ずっとなんでこんなむずい、なんでこんなむずいゲーム作ろうとした、本当に。よし、あったあった、あったあった、寿司食って、寿司食べて、寿司食べて、寿司がうますぎる、美味しいな、分かった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 か、寿司こっちまである、まだ15巻残ってんのか。ここ上には登れない、ちょっときついね、今の時間ロスはきつい。なんでこんな攻略してんの俺は。寿司ここ行って、うるすぎるだろうが、うるせえこいつ本当に。ここでいいね、稼ぐのでかいよ、21、22。寿司ここで、はい、そんなにもうまいんだ。いや分かるよ、美味しいのは分かるけど、ちょっとうるさいな。25、いやここいっぱいあるのでかい、ここ熱いね、寿司なぜこんなにもうまい、ほんとね、よし、だよし、よくやった、よくやった、ごちそうさま。マジでこれいつまで続けりゃいいね、ほんとやったぜ。え、は、なに、なにこいつらも、なにこいつらも、寿司は、は、うますぎたのだ、ゆえに、うん、寿司はこの世から消し去らなければならない。誰だこいつ、態度に導く寿司を、誰だこいつは、我々の手で葬るのだ、寿司を許すな、寿司を許すな、うるせえ、うるせえこいつら、うるせえこいつら、寿司焼くな、寿司焼くな、やばい、精霊が見てる。もうマジ何見せられてんのこれ本当に。寿司屋に住む者たちの勢力がますます強まっているようで、そうですか、新たな試練が多くない、試練めちゃめちゃ多いやん、寿司を愛する者よ、寿司の試練多すぎるって。こっちっぽいな、週末謎の飛行物体、やばい、週末襲撃、なんやろ、わっしょい、ピザが来るね、ピザが来た、そろそろ寿司を食べないと死ぬぞ、死ぬな、やばい、飛行物体が来た、待ってくれ、やめてやめろ、なんかわさびがめっちゃ来る、なるほど、こいつら避けながら行かないといけないってことな、避けるぞ、なるほど、難易度が、うわ、なんかめっちゃおる、飛行物体がめっちゃ来てる、うますぎ、待ってくれ、このわさびだけは気をつけて、これ多分わさびだろ、わさびが変な、ちょっと意地悪のところに置くな、ちょっとわさびを食べんようにして、ここまでうまい、わさびが転がってくる、これしっかり避けるよ、寿司、うわ危ない、わさびが危ない、しっかりとここら辺避ける、避ける、避けて、ありえない、な、わかるよ、信じられないな、いやーちょっとこれ食いたい、ちょっと食いたい、あ、痛い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 、うわー、うわ死ぬ、危ない、死ぬ死ぬ死ぬよ、危ない、危なすぎる、はいはいはい、やばい、
はい、はい、ジャンプして、ジャンプして、27巻、これサーモン食べる。無理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 、それはやばい。おりゃ、29! はい、30OK! 危ない危ないよ、ほんとに。強すぎん、お前ら。やったぜ。やったな。もう俺は何見せられてんだろうね。慣れてきたよ、だんだん。よし、8クリアしたでしょ。で、8なんか最初のエリアのスタート地点の方は、確か8があったよ。画面がカクカクだな。画面がめちゃめちゃカクカクだな。なんでこんなスペック重いんだ、こんなゲームが。来た、動物タワー、デカブスの森、ゴールを目指せ。うわ、むずそう、わしょい。さあ、みんな動物、ん？豚多くない？豚が多いな。豚が重なってんな。え、待ってよ。この緑を避けつつ、緑邪魔だな。ちょっとこれ下手に食べずに、下手に食べずに、ここら辺まっすぐ行って、まっすぐ行って、そう、ここら辺食べの上がって、動物タワー、あー、お化けだ、お化けだ、お化けだ、うわー、危ない、いった。ちょっと回復、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 回復して、回復して、そうそうそう、まっすぐ、これジャンプは、ジャンプはここは多分任せていい、流れに身を任せる。危ない、うますぎるだろうじゃ、しっかりと、やばい、豚さんたちがいっぱいいる。うまい、うまいな。お化けがいるな。お化けが、やぶない、落ち落ちた、気持ちがかわす。すしー、うますぎるだろうが。ブー、おいおいおい、なんてこった、寿司がうますぎる。あぶね、ジャンプ、ジャンプ、これ下がる。あぶない、で次はどこ、こっち、あ、そっち、そっち、そっちね、こっちね、オッケー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 、ジャンプでする、ジャンプする、もう一回ジャンプ挟む。で、こっちは移動する、しっかりこれする、狭いな、ほんとに。なんだこれ、鹿だ、鹿が、おりゃ、待って待って、ちょっとしっかりジャンプして、ジャンプの場所見極めよう。うわ、こっちか、危ない、こっち危ないな。で、こっちでジャンプして、ジャンプして、ジャンプして、おい、これは危ないな、ほんとに危ない。よし、行け、ゴールした、ゴールあるよ、ゴールあるよ、オーケー。なんだこれ、食べたな、動物タワーがあってな、なんやろな、この光景。もう結構まあまあ苦戦したよ。やったな。だいぶ苦戦したよ。俺もなんか今どんぐらい取ってんだろうね、俺今。まあまあきついよ、ほんとに。何ここ、屋上で食べる寿司？寿司を食べまくれ。おーわっしょい。いつまでやるんだよ。ん？は？誰？もう、もう意味がわからん。ほんとに意味がわからん。うわー、もう何見てんの俺。もう何を見せられてんの、俺は何を見せられてんのかな、ちょっともう、ちょっともう教えてほしい。うますぎて、うますぎて、うますぎて、わかるよ、その気持ちはわかる、わかるけど、もうちょっと静かにしよっか。ちょっと待ってな、こっちも寿司あるから、反省するから、わかった、さっきの先生生きてるかな、わかったから、ちょっと待って、危ない、さっきの人生きてるかな、はい、あまりにもうまいぜ、わかったわかったわかった、わかったからね、俺いつまでこの寿司ネズミなんできない、ここ何、ここ何、落ちてるじゃねえか、ああ、ここジャンプでいけるね、オッケー、23、最高にうまいぜ、25、26、26、27、28、28、あれどうやって取るの、あれ、あっちか、こっか、はい、はい、オッケー、あぶねえ、食べた、生きてる、これ死んでるけどね、生きてるー、いいね、よし、危ない、楽しい、やっぱ楽しいな、やばい、結構楽しいぞ、これもう。え、で次は11ゲットしたんよね、こっちも気になるな、でもやっぱ順番に廊下を走れ、やりたいね、ここは、よー、おーわっしょーい、いいね、あ、先生逃げろ、先生逃げろ、そこは危ない、先生、そろそろ寿司を食べないと死ぬぜ、死ぬな、え、次はまたまたここ行けばいいのか、あ、ここね、ゴール目指すって書いてある、ちょっと一回寿司を、あ、これさ、ゴールか、じゃあ寿司食わんでいいんだ、寿司、はい、うまい、はいはいはい、あー、こっち行って、こっち行って、どこどこ、こっち、なに、おりゃおりゃおりゃで、はい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 、ちょ、なにこのギミック、なにこのギミック、寿司、まだゴールしたか、ゴールはしたか、どうせどうせしたやろ、どうせゴールはしたやろ、なに、どっちだ、こっちか、こっちか、これ食って、食べ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 て、どんどん下に下れ、下に下れ、下に下れ、ゴールがあるねー、寿司食べたね、簡単だね、簡単だけど、こんな学校一人で走るな、学校に寿司が落ちとる時点でおかしいんだよ、よかったな、俺もう12コースやってんだよ、俺めっちゃやってんのよ、
なんかま、ん？牛ソウル集めは順調のようですね。はい。え、待って待って待って、まだあると言うなよ。ピエン！ピエンがいる！さあ、行くので、牛を愛するものよ。ピエンがいるよ？ピエンがいるね。これへんも気になるね。いや、でもちょっとなんか面白そうなやつだけやるか。ちょっとここ、これやりたい。屋上の不審者。これ気になるね。わっしょーい。屋上の不審者やろ。逃げろ先生、先生、そろそろ寿司を食べないと死ぬぜ。危ないね。まず屋上に行けと思ってます。絶対寿司不審者、不審者がいるね。不審者がいる。うますぎて、やばい、痛い。不審者がおる。やばい、敵だ。ついに敵が迫ってきた。寿司を許すなってきた。寿司、うますぎるだろうが。本当な、やばい、やばい、寿司を許すなって言われてる。寿司を許すなって言われてる。やばい、敵がいる。寿司を許すなって言われてる。やばい、寿司を許すなって言われてる。危ない危ない、寿司を許すな。キャー、怖い、痛い、怖いよ。寿司を許すな、寿司を許すな、寿司。おいおい、あっちピエンがいんな。ピエンがいるぞ、ここに。どう見てもピエンだな、これは。え、西野がいるな。ピエンだな。ここは全部ピエンだな。ピエンのやつ食べる寿司、ピエンの館を、うわっしょい。俺も、あー、ピエンだ。あー、ピエン、寿司を食べないと死ぬぜ。え、はい、ピエンが踊ってる、ピエンが踊ってるよ。何してんのこれ。あ、ピエンの館や。あまりにもうまいぜ。はい、うまいね。はい、ピエン、ピエン、ピエン、なぜこんなにもうまいんだ。見ているときは、いやー、ピエンだ、ピエンだらけ、気持ち悪い。うわ、むず、ちょっと待って、これむず。待って待って待って、落ちる落ちる。落ちてもいいのかこれは。落ちたらあんま良くないな。でかいな、ピエンが、ピエンがでかいな。ちょっと待って、これマジで食え。待って、これむずすぎんか。ドリバーチの空に、ピエン、むずいぞこれ、これむずいぞこれ。このゲームむずいな。待て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 、このゲームむずいぞ、めっちゃ。ちょっと待て待て待て、はい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 、待って、やばいやばい、とんでもない難しさしてないかこれ。待って、このゲームめっちゃむずい。ピエンやめて、ピエン。ここ落ちぬようにね。そうで、ここジャンプする。で、どうしよう、ここに、あー、落ちた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 。寿司がうまっすぎる。いや、惜しい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 。まだいけるよ、まだいける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 。あと3巻なんよ。とりあえず乗っかること、乗っかること。そう、23、よし。そしてナイス、ピエン食べたぞ。食べた、くらいな。よし、やばい、ピエンの館めっちゃむずいな。危ない、寿司を許すな。寿司、痛い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 。はい、寿司8、9、30。危ない、食べたぞ、強すぎる。うわ、後ろで踊ってる。後ろでピエンが踊ってる。うるさいな。寿司を許すな。うるさい。寿司。うるせえこいつ。許すな許すな、うるさいんよ。16つ詰まった。最後これ西野行こうや。ゴールを目指せ。ピエンの友達西野よ。おわしょい。わ、西野がいる。西野がいる。ああ。そろそろ寿司を食べないと死ぬぞ。よし行こう。ここも同じように。え、なに、何の曲、何の曲これ。は、はい、ゴール目指せ、いった。寿司うまっすぎる。西の女、西の女、寿司うまっすぎて。危ない、西の邪魔邪魔邪魔。ちょっと待って待って待って、危ない危ない、今日も寿司がうまいだ。西の邪魔、西の邪魔だよ。ずっとこっち見てくれ西の。はいはいはい、ここせこ、ここいいね、ここいいね。 OK、 こっち行って、はい、こっち行って。いやー、ピエンが多いな。ちょっと待って待って、これ多いな、これ。ちょちょちょ、ゲットするゲットする、ゲットして、ちょっと一回ここ慎重に行きます。西野が落ちてきた、頭が落ちてきたよ。大丈夫、ここ慎重に行こう。ここ落ちたらもうシャレならんよ。集めて、よーし、オッケー。うわー、西野がいる、西野がいます。うわー、頭が、うわー、スピード勝負いきたいなー。いける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 、スピード勝負、スピード勝負、ここはもうスピード勝負よ。もうパパパってパパって、西の邪魔、西の邪魔。よし、オッケー、こういってパパって、もうパパパパパってパパパパっていくよ。パパパパって避け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 て、そうそうそう。これジャンプを慎重にします。
ここだけは真珠に行って、そう。で、ジャンプを大ジャンプします。そして、ここは竜巻にきれいに飛び込みます。そう。さすがアルティア、早い。ここは、慎重に行こう。危ない危ない、この頭。ここ慎重に行こう。そう。これ当たらんよ。これ当たらんようにして。はっ！オーケー、危ない！食べたぞ！食べたな。もう、なかなかにいい勝負だったよ、西野くんよ。まだ間に合う。いけるいけるいける。慎重に。そう。ここで回復しつつやな。一気に回復しつつ。まだ寿司はある。避けて避けて。痛すぎる！痛すぎる！痛すぎる！まずやー！うわもうめちゃくちゃ無言やった、めちゃめちゃ無言にやってた、すごい集中してた今。なんで俺こんなゲームに集中せずいけんの。やったな、19個集めたよ。いや頼む頼む、もう終わってくれ。おえついに姿を見せたら、一体お前は何者だ。ラスボスや。ええ何正体は。久しぶりだな。誰だよ。弟よ。誰だよ、マジで知らんよ。兄貴なのか。バカ。兄貴は昔寿司不足だい。寿司不足だい。そう、これは死の淵で授かった滅びの力。もういいよ。何？何とか言うな。乗り換えたのだ。何これ。幼い頃の私とお前は寿司という禁断の果実に触れ、寿司を食べ続けなければ死ぬという業を背負うものと。全然感情輸入できないよ。私の人生が自由を奪った。全然感情込めれんね。世界から寿司という概念を葬り、近い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 、顔近い近い近い、でこのシワ。そんな勝手なことが許されるわけないぜ。いやまだ喋ってる。救われるのは私だけではない。死にやから、あもうダメだ。もういいや、救われるの。何も考えずに喋ろう。寿司なき世界だ。共に平穏な暮らしを送ろうではないか。くだらん弟よ。くだらんな。ふざけんな。そんな勝手なことが許されるわけないぜ。なんでそんな叫べる。寿司のうまさに脳まで侵されたか。いらんのよ。ならばいらんのよ。これ殺す殺すぜ。こんな悲しき兄弟対決いらんのよ。その寿司を消さないと死ぬぜ。ダメだ、寿司のためには。その寿司を食べない。な意味がないや。これは重い。待て待て、スペック重っ。ちょ待って待って待て、スペック重っ。あー待って待て、バカスペック重いや。ちょっと待って、最後気合入りすぎやろ急に。ちょっと待ってって、カクカクすぎる。ちょっとこれ無理無理、これ無理やて。はい、ちょっと録画し直しまして、ちょっとあの画質とか落としました。あもうこっから見ないといけんの。いや、こっから結構きついな。俺だいぶちょっと画質落としたんで。何？なんとかカクカクこれで治ると信じたいよね。頼む。久しぶりだな。あーもうここいい。おとんとよ。ここ長い長い長い、ここ。大丈夫か？いや、カクカクだな、ずいぶん。やばいやばいやばい。何してんのこれ。もう何するんのこれ。やばい、降ってきた降ってきた！強い！強いぞこいつ。強いからカクカクだな。めちゃめちゃにカクカクだな。あここいる。俺何できんの。あこれ今俺何できんの。俺もこれ何、俺もこれ何、俺もこれ何支柱ですかね。今これ俺何すりゃいいの。あいる。上空に上おるけどもう特に何もできない。私今何すりゃいいのかな。うわえまた上に落ちちゃったよ。これどうすりゃいいねんこれマジで。もうカクカクだしよ。スペックが死んでるよ。死んじゃうよ。死んだわ。
死んだぜ。私の勝ちだ。寿司は何これ、この世界から消滅する。何これ、おお、寿司が、寿司を愛するものよ、寿司が消えた。ん、おお、おお、ここはどこだぜ。俺は今まで何をしていたんだ。え、そろそろ寿司を食べないと。がっ、寿司、寿司ってなんだ。寿司がなくなってる。何も思い出せないぜ。今はそんなことより、そろそろちくわを食べないとやばいぜ。は、ちくわ、ちくわ、ちくわ、あ、ちくわ、ちくわが踊ってる。ねえ、もういい、いい、いい、なにこのゲーム、ほんと意味がわからん。俺も何してんの今。俺も完全に気抜いてた。気は踊るな、ちくわ。俺も何やってんのこのゲーム、なんだこのゲームは。本当にもう今日もちくわがうまいぜ。はぁ、あ、それなのに何か物足りないぜ。切な、え、切な。そうだ、忘れられるわけがねえ。負けやがった。石を愛する者よ、私はあなたのことを信じていました。誰だお前は、誰だお前は。寿司がなくても話聞け。寿司の魂、寿司ソウルが宿っているぜ。何言ってんの、本当に本当に意味がわからない。うわ、戻ってきた。すげえ、完全に消したはず。最終決戦だな。なぜお前はここに立っているんだ。寿司が消えたなら、俺自身が寿司になるぞ。そろそろ寿司を取り戻したい。もうきつい、もう意味がわからん、本当に意味がわからん。チャーリー、は、あかり、え、どういうこと。最後の試練の扉が現れました。最後の試練、行くのです。寿司は愛するものよ。はい、最後の試練だと。やばい、なんかちょっと胸圧展開じゃない、この BGM。 行くしかねえ、俺が寿司になるんだ。さあ最後の戦い、クリア条件、寿司を取り戻せ、行くぜ。うわっしょい、こんな白熱な展開、またお前か。その寿司を消さないと死ぬぜ。そろそろ寿司を食べないと死ぬぜ。シャリがでかい。ちょっと待って待って待って、これ待って、うわー、近い、うわ、何が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 、消えることのない、待って待って、いや、わかるわ、わかるけど、わかるけど、重い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 、寿司の尻はこの星で永遠に輝き続けることだよ。わかったわかった、なんかちょっと静かにして、やばい、巨人が来てる。わかったけど、画質し、カクカクすぎる、重すぎんだろ急に。やばい、でもなんか、いや、勝利を BGM みたいなのかかったけど、重すぎる、重い重い重い、まともに動かせんって、こんな。いや、でも食うしかねえんだ、このカクカクでも俺は食うしかねえ。ごめんな見てる人たち、こんなカクカクでマジで申し訳ない。しかし俺は勝たんといけんのよ。これが寿司の呪い、最高にうまいな。そう、寿司を食べる喜び、希望、そして時には悲しさ、思い出、それら全てが寿司に詰まってるんだ。俺はその寿司を忘れるわけにはいかない。寿司がうますぎる、勝つしかないんだよ。ここでちくそ、重い、うますぎる、絶対に負けない。兄者よ、でっかお前、本当に。しかし俺ら負けるわけにはいかん。くそ、カッカクへ、くそ、勝つんだ、絶対に食べるんだ。まだ22、勝利を BGM はかかってる。食え、食うんだ、重い、しかし勝つんだ。耐えろ俺のパソコン、俺のパソコン耐えてくれ。思い出、今までの思い出、スシロー、浜寿司、くら寿司、かっぱ寿司、俺に力を貸してくれ。今までの寿司という寿司を、よくねえよな、こんなに美味しくて。何、やばい、第二形態、究極の寿司、
まさに奇跡としか言いようがありません。だって宇宙は生きる心は、はい、時に世界の断りまで超越するのですね。はい、わかりました。はい、最高にうまいなんていうか全然わからんけどね。やばい、重いけどやるしかない。あとちょっとなんだ。ごめんな、見てる人よ。俺はもうこの感動すぎる。もうここノーカットでやるわ。もうなんかここせっかくここノーカットでするわ。もうもうなんかもううわうわ頑張れ頑張れ。やるしかない。やばい、竜巻が近い。いった、やばい、爆弾食らった。くそくそ、まだまだいける。絶対に勝つんだ。寿司をこの世界に取り戻すんだ。絶対に寿司をなくすわけに、ここの先は越えないというのか。重いよ、相変わらず重い。反省しろ。そうだ、反省してくれ。反省するんだよ。重い重い重い、頑張れ頑張れ。あとちょっとだ、あとちょっとだ。寿司を食え、最高にうまい。食うんだよ、今までの数々も乗り越えろ。やめろ、重い。あー、走れ走れ。ここまでうまい必要があるか。46、47、48、これが最後の俺らの寿司だ。食べたぜ。何この画面、何この画面。ごちそうさま。ふぅ、美味しかったぜ、まったく。なんということでしょう。失われたはずの寿司たちが、この地で、蘇っています。なるほど。はっ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 きつい、きつい、きつい、きつい。しかも、うわっは無駄にカクカクなのがちょっと面白いんよ。兄じゃん。うわオーバーキル。言ってももうやめよう。もううわっはっ お前もういいって、もういいって。私の負けだ。最後に一つ教えてくれ。なぜお前はそこまで寿司を愛することができる。私にはそれができなかった。寿司はうまいだろうが。殺した。あ、女性が寿司を食べないと死ぬぜ。そうだね。え、あ、終わった終わった。なんか最後見入っちゃった。寿司を愛する者よ、あなたのおかげでこの世界の寿司は救われました。寿司、あまりにもうまいぜ。うるさい。本当にありがとうございます。寿司、ここまでうまい必要があるか。違う、もういやー、なんか面白いゲームやったな。本当に寿司、ここまでうまい必要があるか。久しぶりに単発でこんな笑ったわ。いやー、いいゲームよね、本当に。うわ、粒がなんか寿司の種類多いな。そんなあったんだ。おい寿司、こんなにうますぎていいのか。俺もう1時間以上撮ってたんだ。すごいな。何、なんかね、なんかなんて言うんだろう、どのゲームには当てはまらんジャンル。寿司、最高にうまいたい。結構作り込んであるな、ステージちゃんと。寿司うますぎる。ちゃんとステージ作ってたんだ。待って、海ザポーンしたら戻ってくるんだ。すごいな、そういうのちゃんと作ってんだ。寿司、ここまでうまい必要があるか。でも本当に面白いゲームやったわ。いや、いいゲームだったよ。寿司、これはね、それでちょっともう一回静かにしよっか。なんか、おお、何こんなとこあんの。びっくりした。なんかね、ずっと笑ってた。てか俺全部で20ステージやったんだよ。俺20ステージやったんだ。俺なんか20分ぐらいちょっと終わるかなと思ったら1時間20分撮ってます、この動画。俺もう撮ってすぐ動画上げようと思ったけど、これとてもじゃないけど上がらないと思います。マジで本当に何やったんだろう、私何やってたんだろうって今すごく思ってます。うますぎる。美味しいな。ふざけやがった。ふざけてないよ。
もう本当に、いやでもなんかもうこんなにうますぎていいのか、はい、この作者さんはね、もう毎回面白いゲームがねあるんで、よかった。私もね結構単発で実況、あのピエンだったりとか、あとは何でしょうかね、なんか結構いろいろ上げてるんですよね、GB っていうホラーゲームだったりね、ちょっと静かにしようか。あー、とがき、うわー、なんかありがとうございます。寿司がある限り、魂は熱く輝き続ける。大いなる寿司の意志は常に我々と共にある。寿司をめっちゃ喋るやん、弟よ。すべての寿司を愛する者たちよ。